どうもみなさんこんにちは、水色です。今回ですね、えー、豆知識動画になっております。えー、何かというと、最近 YouTube ライブ出なくないですか、えー、自分は以前、例えばここで言うと、ここでね、えー、BO4 と入れましたとで。フィルターからライブを検索したんですね。でここに ずらーっと、えー、大手の人とか、まあ、この時間は少ないからどうしても少なくなっちゃうかもしれないんですけど、あとはスマホの人もフィルターで検索したりとか、b o 4ライブっていう、ね、検索し方もあったりとか、まあ、検索は人ざるだと思うんですけど、検索してたと思うんですね。でも出なくなっちゃったと思うんですよ。つい最近、1週間前まではいかないかもしれないですけど、ここ最近本当にライブが登録してる人も、えー、登録してなくてもいつも見てた人も、 おすすめに、ね、全然出てこなくなっちゃったみたいな。えー、ちょっと先に PC の方から行くんですけど、えー、この後にスマホもね、解説させていただきます。以前はこのフィルターからね、え、ライブとかってやってたんですけど、なんか YouTube の変更なのかわかんないんですけど、普通にホームから大丈夫です。かわいよい。で、えっ、ー、とね、ここなんですよ。YouTube の他のサービスってとこで、ゲームっていう風に押すと、 ここにね、出てくるようになっちゃったんですよ。なんでかわかんないですけど、自分がよく見るゲームシリーズが多分ここに出るようになってて、おすすめっすね、この。今まで、えっと、ホームの方におすすめでさん、あのー、表示されてたようなゲームの配信者。これ、あれですね、ちょうどさっき、動物の森を検索かけたから、よく行く人たちの、えー、配信がちょっと出てて、昨日、出てて、さらにここっすね、登録チャンネルの動画と、えー、いうところに、確か登録のね、今は出てないので、ちょっとあのー、 わからないんですけど、ちょっと仮に登録してみようかな。はい、今ね、登録チャンネルの動画ということで、今この、一人ね、登録してきたんですけど、ライブやってる人、美容法の。やっぱ出ましたね、ここに。なんで、えっと、登録されてるライブが、登録されてるチャンネルのライブが始まったときは、ここに、 表示されるようになったみたみいですなぜかホームの方から飛んでも出ないよとか、えー、通知からしか行けないみたいな人が多いと思うんですけど、まあ、ここからね是非、えー、行ってみてください。PC で見てる人ですね。まあ、解除すするんですけど、ね、はい続きましてスマホの方のアプリから、えー、ライブを見る方法なんですけどさっきの PC が、えー、左の、ね、タブの YouTube の他のサービスのゲームというところまで行ったんですけど。 こっちはね、ちょっと違ってて、探索っていうとこなんですね。下に、前からあったっけかね、これ、急上昇ってタブだったと思うんだけど、ちょっと気づかずうちに変わってて、なんか探索ってなってるんですよ。で、ここを押すといや、急上昇、音楽、ゲーム、ニュース、映画と番組と、これ、変わってるの分かると思うんで、表示方法も全然違ってましたよね。さらに、こっから、ゲーム、タブですね。ゲーム欄。え、行くと、さっきと同じになります。この、また、 自分がよよく見るようなゲーム表示されつつ、えー、ここですね、おすすめ。さっきと同じような動画が、えー、出てると思うんですけど、おすすめの表示がちょっと少ないかなと思うんですけど、PC の方がやっぱり、ランは多いですね。この、ライトさんの厚森しか載ってないんで、それ以降も PC だと出てて、結構、2、4、6、やと、12個表示されてたんですね、PC だと。 なんでかなり少なくはなりつつも、ちょこちょこは表示されてるかな。なんかちょっとスマホだと見にくいかなって感じですね。ここですね、登録チャンネルの動画。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、えー、一番トップが赤髪のともゲーム実況チャンネル。カードで爆走してるやつですね。ここにさっきの、じゃあもう一回比較してみますね。ここに、えー、さっきの登録した人のもう一回見に。スマホから登録するのめんどくさいわ。あ、やべえ、終わってるわ。ちょっと違う人のにしますね。登録しまして、でタブをね、もう一回。 リフレッシュします。ゲームですね。はい、ありますね。登録チャンネルの動画。ええー、これ動物の森のやつ登録してきました。スマホでユーチューブ見てる人、すごい不便かもしれない。一番上から。だいたいスワイプして。ドア。ってここなんですよ。 これ、どげんかせんといかんねえ。まあ、一応、スマホはね、こんな感じの見方がありますよっていう感じですね。はい。でね、えっと、さっき言ったのは、あくまでおすすめとか、普段ね、ホームの方に出てくるおすすめとか、えー、自分の登録してる配信者のライブだったりとかっていうのが出てくる方法だったんですね。この下に大まかにバーって出てきたりとか、えー、登録チャンネルですね、出てくるっていう話をしたんですけども、えー、っと、ゲーム、 ごとに検索してた人、さっき言ったみたいに、えっ、ー、と、BO4 って検索して、例えば、フィルターをかけたと。出てこねえじゃんって。これじゃ違うんですよね。これじゃあ根本的な解決になってなくて、やっぱ新規のね、配信者を探したいっていう人は、結局、検索方法がないとダメなわけじゃないですか。でその時に注目してほしいのがここですね。ライブ配信で人気のゲーム。をすべて表示っていうふうにすると、これ、 結構大変だと思うんですけど、全部バーって出てきて、これをクリックするごとに、そのゲームのライブ検索がえかかる。まあ、ライブとともに、えー、もっ目下、おすすめの動画とかが、同時に見れるようになってて、例えば、コールオブ f ィ u t y Modern これですね、えー。ポンと押しますと、今こんな感じですね。朝やってる人、お住まいの地域で視聴者が多い順。まあ、こんな感じで、いつもね、えー、みんなが見てたような、えー、ライブ。まあ、多分こんな感じの人だと思うんですよ。 な、チラほら見たことある人いて、これ、こういう人たちですらもね、あの、今、ライブに検索が出てこなくて、だから、例えばここね、あの、タブがあるんですけど、ライブってなると、ライブオンリー。こう、ほら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 。ね、昔からみんなが見てたような、あの、見たかった画面ですよね。ライブ検索全然引っかかんねえと。まあ、ちょっと下の方に行くと外人がね、今、外人の活発時間なんで、朝なんでね、向こうは夜ですから、えー、多くなってきてるんですけど、まあ、日本人負けちゃって,言ってますね。 で、さらにここちょっと便利なのか、あのー、検索方法はややこしくなったんですけど、まあ新着とか実況動画とか、えー、これちょっと外人が多いな、うん。まあ公式のとか、えー、概要とか、なんかね、詳しくね、出るようになりました。ということでですね、今、3月22日、朝7時の時点なんですけど、一応、自分なりの PC と、えー、スマホのライブ検索方法 新しいバージョンのね、ちょっと、もっかこれが一番ベストなんじゃないかなっていう方法を紹介させていただいたんですけど、もしね、えー、何か、もっとこれがベストな方法っていうのがあったらね、ちょっとコメントくれると、まあ、助かるし、これを見た動画の人もね、助かるかもしれないんで、えー、よかったらね、お願いします。まあ、というわけでね、ちょっと、あのー パパッとみんなに出したかったんで雑編集でサクッと出しちゃったかもしれないですけど、まあ、もしね、参考になったらよかったら高評価してね、高評価するとおすすめでバーって広がるんで、えー、拡散しちゃってください、まあ。ツイートなんかもね、してくれるとありがたいです。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。みんでした。バイバイ。